兵庫県神戸市立医療センター中央市民病院。768の病床と30を超える診療科があり、神戸市の基幹病院です。診療科のすべてに関わる薬剤部にはおよそ70名の薬剤師がいて、毎日午前8時過ぎから調剤作業が行われます。朝8時40分、薬剤部の部長を中心に薬剤部全体の朝礼が行われ、新薬などの情報が共有されます。薬剤部副部長の池末弘明先生、2006年にがん専門薬剤師認定制度が創設された時の第一世代です。初めての認定をもらうためにかなり苦労したそうです。大変でしたね。当時はその薬剤師ががん薬物療法に対して、どんな役割をするのかということもはっきりしてなかったんですね。もう現場でいろんな人に、お世話になりながら、迷惑もかけたでしょうし、そうやってこう学んでいったというのが多かったので、そういった意味での苦労はあったんじゃないかなと思います。患者さんへの対応は先輩の薬剤師から学んだことも多く、医師や看護師の話し方からも学んだそうです。それを薬の点で場数をこなしながらやっていく上で、こういう入り方がいいのかなとか、こんなやり方をすればもっとコミュニケーション取りやすいなということを自分なりに理解していったように思います。そんな経験を持つ池末先生は、今も報告連絡を欠かさず、自分が出した答えが正しいのかを先輩や後輩に必ず相談しています。病院薬剤師は患者さんのために調剤や薬の管理をしたり、院内で使う注射薬を調整したり、市販されていない薬の製剤や抗がん薬を調整したりと、仕事は多岐にわたっているため、調整ロボットも導入しています。また、外来で治療もしながら仕事を続けるがん患者さんも増えているため、身体面やメンタル面、そして家族をも支えられる薬剤師を増やしていかなければなりません。2人に1人ががんにかかる時代、社会生活の中で治療を受けていかれる方も増えているので、これやっぱり相当数がんに習熟した薬剤師というのが必要なんだろうと思います。そこで神戸市立医療センター中央市民病院では、将来を担う薬剤師を養成するため薬剤師レジデント制度を導入しています。2年目の薬剤師レジデント岩間由奈さん、大学での6年間では学べない患者さんやその家族との出会い、先輩のアドバイスを生かし、高いレベルの薬剤師を目指しています。薬学部6年間あって、今までその中でも科学とかわからないところとかあって、進めながらではあったんですけど、今その臨床の実際の現場に立ってみると、やっぱり全然考え方とか見方が全く違うので、実はそういうことだったんだという気づきもありますし、新しい発見の方が多い印象はあります。この病院でのレジデント制度は同期がいて、そのお互い勉強会とか普通の日常会話などで励まし合って、自分たちを高めていける環境があるっていうのは、すごい恵まれた環境だなと思っています。池末先生にはどのような指導をしてもらっていますか？分からないっていうことを伝えると、その分からないことをどうやってアプローチしたらいいかとか、親切に教えてくださるので、臨床研究としてアドバイスもいただけるし、社会人としてもアドバイスをいただける先生です。で、おそらく彼らが将来的には私たち薬剤師を次の世界、新しいフロンティアに連れてってくれると思いますので、その時に遅れないように自分もしっかりついていきたいなと思ってます。がんの薬剤師ということで考えていくと、すごくお互いのコミュニケーションも密で、だからおそらく病院それぞれにチーム医療っていうのがすごく浸透していると思います。次回は北海道大学病院の熊井先生です。とてもいい方なので、ぜひ見てください。